DAIGO さんの切り抜き今まで見てくださってありがとうございました。改めて感謝伝えたいと思います。で、まだ、悠々期間中、第 a メーカーは自由だと思うので話させてもらいます。切り抜きが中止になって、早2日、やはり最初は心にポカンと穴が開きました。おそらく、同じように多くの切り抜きの方が直面した問題ではないでしょうか。でも、私は切り抜きから解放されて逆に良かったと思います。 これからどうしたらいいだろうってめちゃくちゃ悩み始めたのですがでもなんかそれがある一定の通りを超えるとめちゃくちゃ視界が広がってきましたようやく解放されたんだと思いますおそらく数多くの大 a さんの切り抜きをやってきた方々いると思いますが同じような心境を持ったと思いますでも切り抜き止めるってのは理由があってのこといろいろ思うところあるかもしれませんが理由については大 a さんが言ってる動画を見れば一目瞭然ですみんな 今まで無直に切り抜きをやってきたでしょう収益がゼロでこれってどうなんだとか悩んだかもしれないですでもこれが解放された瞬間に今までに悩ることに気づきましたあれ自分昔と比べてめちゃくちゃものを考えるようになってるそうです無直にいろいろ考えながら切り抜きをやってきた結果そういう力ついてたんです多分他の切り抜きの方もそういう力つけてると思います視聴者さんも見て試して 考え方もよく変わったという人が大勢いると思います。キレイごとに聞こえるかもしれないですが、実際そう思っています。そう思った方が得です。ここからは、このチャンネルの話ですが、昨日、本の要約みたいなことをすると言いましたが、暫定です。おそらく、今のところは、今までの DAIGO さんから学んだ知識を自分なりに使って、さらに、本を題材にサイエンスフィクションのようなものをお伝えした方が面白いかなと思っております。 あくまで論理的な思考で面白いこと気づいたことを考えてお伝えするそんな感じです。面白くないより面白い方がいいでしょう。で、このように考えると他の切り抜きさんもどう変わっていくのか面白そうだないですか。中には切り抜き師さんのチャンネル登録いっぱいしてるけどどう変わっていくか楽しみという人がいました。そんな感じで見守っていただくとおそらく切り抜き師さんも救われるかと思います。長く喋りましたが悠々閑中。 新しい動画準備できるまでこんな感じでしゃべると思います。